こんにちは。まあ昨日のお話、試合の話をしていこうかなと思いますけど、1対2という形で、負けてしまいました。62分か60分ぐらいかな、から途中から、センターバックとして、出場したという感じです。また失点の仕方も85分という時間帯に失点してしまって、まあ、またしても勝ち点1を逃してしまったっていう形の言い方の方が多分いいんじゃないかなと思うし、実際にこう前半で10人になって、自分たちがね10人になっちゃって、こう難しい戦い方だったのは間違いない。でもその中でこううまくチームとしてこういい攻撃の形が作れて、自分たちのね望む形が作れて、こう1点取り返したと。で、一時的なチャンスであったりとか、まあ物にできずという形で、でずるずるずるといってしまって85分に、失点してしまったと。で、まあ明らかにこう体力的にというか、まあディフェンスラインのところでとか中盤の選手のところで足つってる選手もいたし、10人だからこうなかなか運動量がもう結構しんどいという中で、相手にスペースうまく作られちゃって、でそこをうまくやられてしまったという形にはなる。自分のマークも見てたし、まあ、アタックしなきゃいけなかったとこではあったと思うんだけど、やられてしまったっていうのは非常にこう悔しいし、まあ、まずせめて勝ち点1ね、もう10人 で引き分けできたから勝ち点1に良かったし、この2試合通して全部で勝ち点2を失っちゃったって感じだったから、まあ、試合内容とかこう戦っている感じとかも良かったと思うし、前半に関してはこうあんまりしっくりこなかった、ね、いいゲームとは言い切れなかったけど、まあ、後半に関してはいいゲームはできたと思うから、まあ、結果としてつながってないから、本当にもう次は勝たないといけないし、まあ、今週、明日から第3週目だね、3節に向けてやっていくけど、本当にもう全力でやっていくべきだし、なんとしても勝ち点3取らないといけないしね、今回はスタメンじゃなかったので、悔しい思いもしてるから、まあ、次の月曜日からね、練習あるので、そこでしっかりとやっていきたいなと思います。まあ、上見だと思います。まあ、そんな感じで、今日の一言にしたいと思います。では。You're alone in the jungle now.